東大の玉川さん、美学における情勢 AWCI、AWCCI、で、AMI、インフィデータ会。はい、東大の玉川です。よろしくお願いします。このような会場で発表させていただきます。で、まあ、タイトルにもございましたように、私の方からは、上司のアジア美人会に社長、AWCI、のフェーズ1、フェーズ2のデータ。あとは同じように、ジオスのアフリカ美巡回にした調整人たち、このデータと、あとは GUX のアジアモンスーンイヤー、この地上観測データに、対する我々の活動について紹介させていただきます。まず、AWCI、アジア美巡回にした地とはということで、まあ、アジア18カ国の 水の関係者が集い、地球観測データを活用して、データの相互利用を進め、能力開発を推進しながら、統合的技術展開を推進して、アジア地域の水問題、発水、洪水、水質汚染、気候変動、これに取り組んでいこうというプロジェクトでございます。フェーズ1というので、2005年から2010年、5年間活動いたしました。で、このフェーズ1の中で、地上観測データを計画しまして、基本的には2002年から2004年における気象、水門の地上観測データ、これらをアーカイブしております。でこれらの、気象水門データを使って、まあ、18カ国から1流域ずつデモンストレーション流域ということで流域を出してもらっているんですが、そこで分布型の流出未循環モデルというのを作りまして、その入力ですとか検証に使っています。で今、まあ、2011年、まあ、今現在走っておるんですけれども、フェーズ2ということで、ここでは1980年から2000年の、まあ、長期における道の降水量のデータというものをアーカイブしています。で、このデータを使って、CMIP3 なども、こういうデータに対して、バイアスを補正して、で将来の、まあ、降水量のバイアスを補正して、将来の雨をフェーズ1で、作った流出モデルに入れて、それぞれの国の流域において、まあ、気候変動によってどのような、まあ、水質の特性があるかとか、そういうものをやってみようということで、今、フェーズ2というのが動いております。で、まず、フェーズ1のデータについてご紹介させていただきます。18カ国と、と申しましたけれども、そのウズベキスタン、パキスタン、インド、スリランカ、ネパール、バングラデシュ、ブータン、ミャンマー、タイ、マレーシア、モンゴル、ラオス、ベトナム、カンボジア、韓国、日本、フィリピン、インドネシア、この18カ国から一流域ずつ、デモンストレーションに。でデータを流域を設定していただきまして、それらのデータを出していただきました。でデータを出してくださいと言ってもなかなか出てこないですし、基本的にまあ、データプリシティがないということから始まりましたので、まずここにありますけど、2005年から第1回のアジア美巡回西アジアというような会合を開催して、基本的にはまあ年2回ずつ各国の代表者がに集まっていただく、こういうデータポリシーですとか、各運輸機関、各国での状況の説明ですとか、情報共有、また意思決定などを行う、こういう活動をしてまいりました。で、同時に、DIAS、データ統合解析システムの中で、地上観測データアーカイブ体制というのを構築しました。で、これは基本的に大きく3つありまして、観測者がデータをアップロードするというシステムと、アップロードしたデータに対して、品質管理を行うというこういうシステムです。で、最後に、そのデータに対してメタデータを登録する、使用するというシステム。まあ、極力観測者の手間ですとか、協力を減らそうという、テクノの、まあ、IT の部分と協力しながら開発してきました。で、まあ、こういうシステムを作ってもですね、なかなか、まあ、使い方がわからないとか、いろいろありましたので、これは2010年3月にバリで、まあ、会合を開催ですね。ショートトレーニングコースということで、そのデータの、まあ、システムの概要ですとか、まあ、プロデュースする駒先生からそのアップロードインターフェースですとか、品質管理のインターフェース、紹介です。で、品質管理先生からメタデータ登録のシステム紹介。紹介して、こちらから紹介して、実際にユーザーになっているアップロードなり、品質管理などしていただいて、その後で、まあ、メタデータをいろいろ解析しながら、データアーカイブの仕組みを。で、さらには、まあ、国際的にも電話対応を計算したり、名
最終的には、まあ、あのバングラデシュからベトナムまで18カ国アルファベット順に並んでいますけども、このフェーズ1のデータにつきましては、アップロードが完了して、品質管理も完了して、メタデータも登録して、あとデータに対する個々のメタデータというのも完了して、今、公開をされています。で、まあ、具体的にどういうデータがあるかということで、ちょっと非常に小さくて見にくくて申し訳ないんですけども、バングラデシュからベトナムまで、でそれぞれのリミットがあって、ちょっと見にくいですか。まああの2002年から2004年の2年間で降水量と、流量という、まあ、このデータは最低限化していただくというお願いをいたしました。で、まあ、各国それいろいろな事情があってですね、まあ、出せるものを出せないもの、長期間出せるもの、まあ、観測地点は1点しか出せないもの、いろんな事情がありましたけども、最終的には18カ国全国からあの河川流量のデータ、また特殊気象庁のデータを出していただくということができました。そしてこれらのデータを、まあ、データ統合解析システムのホームページに行ってもらうと分かるんですが、そこで例えば AWCI というキーワードを入れていただいて検索をしますと、まあ、それぞれの流域ごとにこのようにディスパッチされてきますので、でこれを、まあ、処理を進めていただくことによって、データが今、使用できるという状況になっております。で引き続き、このフェーズ2のデータなんですが、これは、同じように18カ国アジアで、継続しております。で20年間の長期の降水量データのアーカイブを今現在進めております。それで、まあ、フェーズ1と同じ 国は同じなんですが、若干流域が変わったところもありますけれども、まあ、1980年から2000年、80年、5年から2010年、まあ、これも同じように流域によって若干増減はあるんですが、長期のデータが今18カ国の16、まあ、国といいますか、利益で提供しておりまして、まあ、韓国とラオについても今、もうすぐにデータを出しているということになります。それで、このフェーズ2のデータにつきましては、あの再度、データポリシーというものを構築し直しておりまして、まあ、この内部ではまあデータ共有はしておくんですけども、一般公開に向けては、まだちょっとできる国もあるんですけども、ちょっと国に持ち帰って、相談させてくれという。その回答を待って、一般公開をすることにしております。で続きまして、事業数のアフリカ民主主義化調整イニシアチブというもので、これも同じようなアジア民主主義化イニシアチブと、まあ、同じように、今度はアフリカバージョンです。で、まあ、これは2009年の1月から、まあ、こういうアフリカ民主主義化シンポジウムですかね、こういうのを開いて、まあ、これも同じように基本的に1年間に2回、会合を開きながら、データのポリシーとか対象とする利益というものを今各代表の方々と話をしながら進めてきているという状況です。で今現在このボルタ川とニジェール川、この2つの利益につきましては、データリアスにデータをアーカイブするという状況です。具体的に言いますと、ニジェール川まあ、降水量のデータが354、流量が36、ダムについては16で、まあ、グランドウォーター 1000を超えるようなデータが出ていますけども、これも、まあ、このグランドウォーターはちょっと今特殊ですので今回まだアーカイブはしてないんですが、まあ、それ以外のデータを目安にアーカイブしています。と同じように、まあ、今度はボルタ川の流域のデータですけども、これは、流量観測地点が16、流量が16、まあ、ダムの流入量、こういうの、またグランドが地下水と比べていたら、今、イラストの方で、アーカイブが完了しています。で、このアフリカにつきましては、まだデータポリシーというのは合意されておりません。基本的にアフリカは、一カ国一流域というわけではなくて、やっぱり国をまたぐ越境過程のほとんどですので、この辺で、最後に GWEX、アジアモンスーンのデータについて、ご紹介させていただきます。まあ、2007年から12年を対象年として、アジア地域を対象に予測や理解を含めるプロジェクトで、このような観測プロジェクトで得られたデータをまずアーカイブしましょう。でこれらを使って
まあ、先ほど玉城さんからもご紹介ありましたように、まあ、再開適用という形でこのプロジェクトが進められております。で、アジアモンスーン年の中では、まあ、教育ですとかいろんな、関連するプロジェクトがございます。当初は28から29あったんですが、それで、まあ、28から29、プロジェクトがございました。で、これもですね、ANI の中でもあのアジア二循環イニシアティブと同じように、まあ、データシステム講習会というのを、まあ、東京で開きまして、まあ、半日で、かけて、データの共有システムの紹介ですとか、秘密管理システムの紹介、あとはメタまた半日かけて、データのメタデータの共有システムの紹介というものを紹介しながら実際にやっていたというようなことを繰り返しまして、あとこれ松本先生の、まあ、そういう努力によって、AI の中でもデータポリシーというのが、策定されまして、これも非常に短く申し上げますが、現在22の、アジアにおけるプロジェクトが、ベトナム、まあ、いろいろ、まあ、各国ありますけれども、その中で、海洋での観測ですとか、自動気象観測、あとは海洋での、存量のデータですとか、まあ、多様な大気、海洋、多様なデータというのがこれらの機関で、まあ、集まってきております。でこの22のプロジェクトにつきましては気象研の方に送付されまして、まあ、再開的に使われておりますが、あの基本的に地上観測データは品質管理を実施後お渡し、で大気の、まあ、ゾンデなんかはなかなか難しいので、それはそのまま気象研の方にして再開的にしていただいて、再開的に入れるということです。で、それの再開的とは別に、個々のプロジェクトごとに、まあ、GIS から公開するということを今現在進めておりまして、それぞれのプロジェクト代表者の方々にデータを公開していいか悪いかと言われておしながら、まあ、ある程度の、代表の方々から、はい、データを出してもいいという回答をいただいております。で、まあ、まとめですけれども、まあアジア二循環イニシアチブのフェーズ1のデータ、これは GIS からも公開されております。でフェーズ2のデータにつきましては、まあ、近日中といいますか、もうそろそろデータポジションが確定されて、出せるところ、出せないところがあるのかもしれませんが、非常に考えられましたら GIS から公開という状況です。アフリカにつきましては、まあ、データポジションが、決まってませんので、こちらで。値を進めているという状況です。で、ANIにつきましては、近々GIS を通して、そういった皆さんのデータを使えるようになるでしょうという状況です。以上です。ありがとうございました。ただいまの発表に対して質問、コメント等ございますが、よろしくお願いします。最近です。河川一国一流域ってことを、はい、おっしゃってたんですけども、それはもう公開してるこのディアスで、はい、オフィシャルにはそうで、実はもっといっぱいあるとかそういう話じゃないですか。あ、はい、おっしゃる通りです。はい、河川流域が日本だとかはもっといっぱいあったりとか、はい、アジア水循環イニシアチブの枠組みの中では、やっぱり日本ですと、船側の一時的に期待をアーカイブしています。で、もちろん、各国いろんなデータがあるとは思うんですが、まず、これは初めての試みで、まず1カ国の一時的にまず出してもらって、で、そのデータをアーカイブしました。おそらくこれが多分、軌道に乗ってくると、今まで短い時間しか出せなかったところが長い時間出せるとか、そういう、なんていうんですかね、足がかりになって、で、他のデータも出してくれるんじゃないかというと、実は期待しています。で、嘘でも何でもないんですが、今は本当に一部国一部域のデータが、リアクターが出ている。日本はそれの、国際にして、バリューを出していくというか、日本のデータを出していくという、そういうことは、そういうふうに願っています。まだその取り組みはない。他にございますか。過ぎてますけれども、基本的に1分短めになっているので。
出てきておる、あの出てきているところがあります。あのですね、すみません、時間をオーバーしてますけど、ね、私答えますけど、基本的に科学院ベースのやつは出てきてるんですよ。で、気象局ベースのやつは出てきてないという、簡単に言うとそういうことです。気象は要するに中国のなんとか気象なんとか法っていうので、科学院はまあなんかあの自分たちでやってんだからっていうので、ある意味で突っ張ねて、でもそれでもやっぱり完全には出てきてないと思いますか。はい、はい、そういうことです。はい、なんかだいぶ減りました。あの最初の28から減った大部分はその中国によるものです。6.6つは中国。